香港故宮文化博物館は3月15日、第一陣受蔵品展を開催した。新石器時代から21世紀にまたがる金属器、書画、家具、宗教美術、陶磁器など100点近くの展示品が展示中だ。2022年に開館する前後、多くの香港のコレクターや芸術家が中華文化発揚の使命を後押しするため、個人のコレクションを惜しみなく同館に寄贈した。わずか2年足らずで寄贈されたコレクションは1100点を超えた。楽蔵余興と題された今回の受蔵品展は、寄贈者12人の中華文化の伝承に対する重要な貢献を表彰するためでもある。北京の故宮博物院と香港の西九龍文化区管理局の協力により建設された香港故宮文化博物館は2022年7月2日に一般公開され、故宮博物院から900点以上の精巧で貴重な文物を借り受けている。その多くは香港で初めて公開されるもので、一般公開されたことのないものもある。同館では定期的に中国の文化や芸術に関する展示品のほか、世界各地の美術品も展示される。今回の展示は3月31日まで続く。